先日、旦那不在時にクソ止めがしなしなにしなびたナッパを持ってきた。捨てようかと思ったけど、後からせっかくの野菜を食べないなんて。ムキーとなるのが嫌だったから、その日のうちに茹でて旦那に食べさせた。数日後、この前はありがとう。旦那が食べましたよ。と言うと、まあ、あんなしなしなのナッパをムチコタヌに食べさせるなんて。ムキー。トメは、その日のうちに、旦那がいる時間帯を狙ってやってきた。ポクちゃんにしなびたナッパを食べさせるなんて、嫁子ちゃんはひどいわね。マムンが新鮮なのを持ってきてあげたわよ。ハート。とても良い嫁である私は数日後、新鮮なお野菜をありがとうございました。これ、お裾分けです。と、わざわざ取り寄せした、めちゃくちゃ辛いキムチを持ってって差し上げた。ちなみなクソ止めは、先日も、血の切開手術を受けて、来たぐらいの地主。私は、血のことは、知らないことになっている。